こんばんは、平山茂です。今日は11月6日金曜日の夜でございますね。本日もご視聴ありがとうございます。改めまして、平山茂と申します。いつも見ていただいている方、ありがとうございます。そして今日初めて見たという方は、ようこそいらっしゃいました。平山茂の地球見聞録というねチャンネルでやらせてもらってます。ただですね、この動画に関しては大丈夫だよというタイトルがついておりまして、この動画を見てくれている人に対してですね、ただただ大丈夫だよって言うだけの動画となっております。それだけなんです。でも毎日見てくれている方、本当にありがとうございます。ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。まだ平山茂はお試し期間という方は、いつか見る価値あるなと思ったらですね、チャンネル登録の方お願いいたします。というわけで、大丈夫だよって毎日言ってます。毎日毎日大丈夫だよって言ってます。あなたに向けて、見てるあなたを笑顔にしたい、笑顔にしたいんです。少しでも暗い気持ちをね、明るい気持ちに引っ張り上げたい、見てるあなたの心に火をつけたい。これを見ているね、まあ、若い人、まあ、年齢問わずですが、僕より年上の方もいらっしゃるかもしれません。本当に大丈夫なんで、今どんな状況であろうとも絶対に大丈夫なので、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。今日から、明日からでもいいんですけど、今日からちょっとこの動画をきっかけにね、変わりませんか。変えましょう。難しいかもしれない、難しいかもしれない、でも大丈夫、できますよ、変われますよ。あなたは変われますよ。僕が変えるんじゃない、あなた自身が変わりたいと思うかどうかなんですけど、変わりたいと思うんだったら変われます。絶対変われます。いろいろやることはあるかもしれない。自分自身が変わるためにやらなきゃいけないことはたくさんあるかもしれない。でも変われるんです、変われる。僕は大丈夫だよって言い続けます。大丈夫だから、だって大丈夫なんだもん。大丈夫なんですよ、大丈夫なの、大丈夫、何にも問題ない。いや、問題があったとしても問題なんて大したことない、本当に全部乗り越えれる。大丈夫です、大丈夫なんです、本当に。楽しくなりますよ、これから。めちゃくちゃ楽しいこと起きますから、大丈夫です、大丈夫、本当に大丈夫。あなたは大丈夫。いや、本当に人生は何回でもリセットできるからね。人生は1回だけど、リセットは何回でもできるからね。大丈夫だよってこと、もうそれだよね。やっぱりこの大丈夫だよってとんでもないパワーがあるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。だから今もうすごい前振りじゃないけど、どうでもいい話今したかもしれない。もうちょっと今開始何分か分かってないです。ちょっと今日はね、ちょっとこうやって目隠しして自分が見えないように、これ撮れてるの、あ、撮れてるね。今25分も喋ってる、25分喋ってますけど、もう、まあ、これこのまんまやると絶対見ないと思うし、面白くないんであれですけど、はしキュッとやりますけど、結局わーっていっぱい言ったけど、本当にあなたは大丈夫っていう、もう本当それに、それのみ、大丈夫なんです。とにかく大丈夫、僕のこの大丈夫という動画を毎日毎日見てもいいし、聞いてもいいし、毎日聞き続けてください。スピードラーニングのように。スピードラーニングさん、ごめんなさい、全然違いますね。スピードラーニングのように毎日聞いてください、僕の大丈夫だよ。なかなか声がね通らないんで、僕は
いい声じゃないのでちょっと届きにくいですけど、情熱で届けてますから、聞き続ければ聞き続けるほど、無意識でいいですよ、無意識でいい、もう聞き続ければ聞き続けるほど、もう勝手にあなたの脳にインプットされてきますから、勝手にね、もう無意識でいいです、勝手にもう無意識に、大丈夫だよ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 って毎日聞き続けてください。そしたらあなた大丈夫になる、なる。大丈夫になったらどうなる、もう無敵でしょ、だって大丈夫なんだから、もう無敵なんですよ、もう無敵になったらもう大丈夫だから、いや大丈夫、大丈夫だから無敵になる、大丈夫になったら無敵なの。大丈夫ってこれ毎日聞けばいいだけ、1円もかからない、通信料だけ聞いて大丈夫になるから。大丈夫になりたい人はね、ちょっと話だいぶ長くなりましたけど、ちょっとこれどんな感じになるかちょっと分かんないですけど、そのままありのまんまでは流さない、これは。だからできればねライブ配信したいんですよ。ライブ配信の方がリアルだし、ね、編集もいらないし、その瞬間に出てきた言葉を喋りたいし、ライブ配信するためには1000人のチャンネル登録者数が必要なんです。よろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。そしたらライブ配信ができるようになるんです。ライブで聞いてください、僕の大丈夫だよ、お願いします。あなたを大丈夫にします、僕が責任を持って。大丈夫だから、本当に大丈夫です。はい、こうやって明日も言うんです。またシチュエーションは変わってるかもしれない、この場所からではないかもしれない、でも毎日大丈夫だよって言います、言ってきてます。なので今日初めてという方は明日も明後日も引き続き聞いてみてください。今夜もご視聴ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。